進行となるか入っていますね。その際にノーセプション、ね、ブラックウィズと共に裏取りに行っているファーストブラッドはレム、エルボーに入り込んできている。しかし復活斎藤中からのカバー、これはテレポート。ただすでにシャワーは制圧していたノーセプション、残りは2人、ラスト残ったのはユーマック、 1v4 です。 B も警戒している、残っていたデリアリー、ここの打ち合い、丁寧に倒していきました。開幕テオはランデブーで A サイト中に帰ってきました。ここから時間がなくなってからのエントリー、スモークなんか飛び込んできた、ここはうまく対応しました。フィエスタック空も続き、人数有利はクラウディオエグゼ、レムがメテオをカット、ここでシーカキを確実に取りに行くラウンドです。ディフェンダーサイドに対して2つのシーカーが飛び込んできました。これである程度の位置は結局最初のプランは崩れながらも、はい、じゃあどういうふうに自分たちで構築していこうっていった時に、まあ、浴場あれだけキープがかなり浮いてるんで、これそうですね、あ戻る隙間与えましたね、挟み込むような形ですが、ここは徐々にうまく対応しました。ファーストブラッターノーセプション、クラウディオエグゼはわあここはツールドフォース、メテオが抜いた、さらにデリアリー、ガーディアンヘッドショット、リーロング待っているクーの位置も分かりました。後方前夫のカバー、アンドイファイブです。まだ前に出るか、徐々的確にヘッドショット、ワンブが見えた。その間ファーストブラッドはクー、ブラックビズをカット、ただメテオそのカバーではレム、ガイディングナイト、トラック越しに一人見えました。ここはどうだ、フリックショット、ディリアリーレムをカット、これで 3-on-3、 このシャワーも抑えた、これはリダレクションできないね、さらに飛び出した。しかし D ボックス、ここは蘇生もしっかりカット、ただ 1v2 残りの一人、ラストは全振り仕留めました。オペレーターを出してきました、メテオ。オペレーター勝負、打ち勝ったのはメテオ。もう一人、ここだ、もっと早く寄りたいですね。ここは回収スモークでした。何回飛ぶんだメテオ。ガーデンには上昇、これもう入れないですね。上昇ダブルキル、残った B ロング位置がバレた。ラストもメテオ、ジョジョ、メテオの二人、伸びました。リアリー、先ほども見せていた意地ですが、そこは頭抜きますか、前に行く。どうだ、大胆なプレイだ。よくだ。お互いリロード、見えない。今度はシーカーだ。ヘッドショット打ち出した。メテオのカバーが入りました。しかし、常にこの A サイトの中ではバイパスピットが展開されています。4v3。人数よりはクラウリオエグゼ。ショートシリフで待ち構える。クー、どうだ、キボコ見えた。ここは落ちて胴体に当てました。打ち直してヘッドショット。クラウディオエグゼ。タイムアウト明け後の、このエコラウンド。取り切りました。ここでコズミックディバイドを切ったのはクラウディオエグゼ。ショーストッパー、飛び込んだ先は浴場ですが、ここはブラインドしていました。デリアリーのファーストブラッドです。いいフラッシュですね。ここはクイックショット。メテオ、まだ行く、まだ飛び出るか、さすがにここは厳しい。ここよ、レムがメテオをカット。リアリー、フラッシュ警戒。味方のフラッシュをもらってのピークでした。ジョジョがレムをカット。アップできれば、一回ワープしても面白いとは思うんですけどね。ただ、ユーマック。ジョジョをカット。少し時間を使ってこのスターが上がるのを待ちたいですかね。そうですね。ゾーン3。どうだ、あえて、スピード出したが、ここ二人でテレポート。ただすでにこの B サイト中には全フが待ち構えている。あと30秒。トレードマークを破壊。このサイト中、飛んでる中、絶妙なポジション。時間稼ぎうまい。立ち回る。サイト中、味方のカバーを待ちながら。一ノ瀬チフェイク。残り時間は15秒。ラストはデリアリのカバーが入りました。メテオジョジョが。B ロング。圧倒的硬さですが、ユーマックこう崩しました。出ましたね。いや、ただメテオそこ前に出てきますか。とんでもない位置でした。そして A ショット、これ帰れない、前でぶつかる。いや、カバーが勝った。前夫がフェイスタックをカット、まだ前で抑える。時間を稼ぐ。デリアリーがユーマックをカット。
浴場のプレッシャーもある。クー、一人返した。しかし時間がない。うまい。時間がない。ラストはショーストッパー。ノーセプション。8本目獲得。なかなか B サイトが攻略できません。いやー、関係ないスモークデッキ抜いちゃったね。ジャンプ越し、コートユーバックの番だ。攻守交代前、9対3となるのか。噛んだ。マリオーボを構えてる、デリアリー。どう入っていく、マリぶつかった。一時交換。ブラストバックで一度後ろに帰る、ゼンフ。ロイちゃんピークしてダブルキル。上に出てきた、ユーバックのか。どうだ、ワンバイワン。ウィンドウに残ってる、クー。見えた、取り切りました、うん、タイミングでスモークタイプくんじゃないですかね。持ち上げられた。ただファーストブラッドはブラックイズ。サイドローカー強気で入っていった。しかし間に合いませんでした。クラシックに持ち替えて、うまいな。時間を稼いでいる。ウィンドウからジョジョ、この人数配置、そして時間稼ぎ。ノーセプション、スパイクに対する守り完璧に構築されていました。まあ、むしろアビリティ使わせてるっていう方ですね。なるほど。ここはユーマック下がりました。トクシックスクリーン越しにガイディングライトで入っていく。この浴場が鍵になりそうだ。大きいですね、ブラックビーズ。このファーストブラッド、浴場が取れた。こうなるとクラウディオエグゼとしてはリテイクがかなり難しくなります。この浴場、ブラックビーズのことも落とさなきゃいけないが、力で解決。デリアリーの位置はこれバレたんで抜かれますね。さあどう耐える。やばいか、よく抑えた。しかしレムのカバー、3も3です。人数状況はイーブン。しかし武器差があるため有利はクラウディオエグゼ。ただ浴場にもう一度入ってきた。 G ボックスのカバーが入った。正面ではユーマック、ジョジョ一人返したものの、最後はレムのカバーが入りました。このラウンドトリプルキル。ガイディングライト入れた、前に飛び出した。うまい、ダブルキル取りました、クラウディオエグゼ。サイト中に帰り、レムがウィンドウ下からのピークでしたが、こうするんですよね。そこ次第でしょう。まず1ポイントというところでしょうが、その前に前夫が1人取りました。さあこのランパーどうだ。待ってるのはジャッジ。うわー、ヘッドショット、打たせなかった。この木箱のポジションには重厚、気づけない。 1V3 残ったのはフィエスタック。シャワー側テレポート、これで位置もバレてしまいました。さあどうする、フィエスタック。浴場側はメテオが見ています。これでバリアオブですからね。だからこれ上登れるんで、はい、まあそれでも有利には間違いありません。打ち合いの面でということですよね。あー、これで、あー、これ、あー、登れますよ。まだ登れます。ギリギリ登れますか。うわ、強い。ここはヘッドショット、飛び込んだ。しかしここは2人で待ち構えていました。さあこのファーストマップ、クラウディオエグゼピックのバインド、先にマッチポイントを握ったのはノーセプションです。ここだ。うまいですよね。今のスローブも、もう一度戻ってきます。帰ってきましたね。グラビティウェイで入りますが、設置は止められません。あ、クラウディオエグゼワンチャンス狙ったテレポートでしたが、浴場側 G ボックスが残っていました。しかしメテオも一人削っています。相手になろう。さあここでツールドフォースを起動したのはメテオです。ベンチ側からも見ていたジョーノ、ゼフ、ここは振り向いてクラシックヘッドショット。しかしユーマック一人削ります。どうだ、覗き直すか。時間もない。おお、抜いた。しかし、いいフラッシュ見ました。おお、抜いた。ジョジョのファーストブラッドです。これ A いったか。さあどうだ、うわ、見えた。あっと、うわ、ここは捉えきれない。よく返したな今。デリアリーが打ち勝った。この1キルは非常に大きい。これで人数差も2名。しかもこれディフェンダーサイドから挟まれたら、これ気づかないですよね、 G ボックス。そうなんですよね、 G ボックス全くこのメテオの動きには気づいていない。 あ、いや、あ、いや、先に向こう側すれ違ってる。どうなってるんだこのラウンド。 G ボックスダブルキル。いや、しかしダブルドアから面白い配置でしたね。上手で位置が分かりました。ダブルドアからのカバーもあるでしょう。しかしそこは落としました。ゴーストに持ち替えて、ゆっくりと外周に回った。まだ時間はある。チャンスが生まれました。ユーバック繋げられるか、位置が分かった。
やれやれ。時間がない。結局僕が頼りか。解消どうだ？ハーフまで行ったか？いや、うまいですね。どうだ？時間を稼いで貯めてよ。削り切ったもののラウンド取得はノーセプションです。ここもらいながらミッドルドローン回してるが、すれ違って前に出てきていているところ、うん、ベベ徐々にカット。しかしブラックビズのフローにはユーマック。ここでスネークバイトが入りました。ポイズンクラウドを書いてサイト中に隠れている G ボックス、設置に対して抜けていく。設置を止めたダブルキル。ユーマックも続いていました。クラウディオエグゼはここから削りに行く判断。壁抜きで仕留めました。こうなるとこれ挟み込むか、これまたメテオ次第ですね。ファーストブラッドジョジョ、このメテオのせいで全フが倒される可能性もありますからね。そうですね。わかった。いや、自分で解決しました。全フも続いてクラウディオエグゼ2名削れました。さあこの試合、ここまでメテオの散歩にかなりやられているクラウディオエグゼ。ここでディフェンダーサイドブリッジ下から入ってきました。でもメインは B なんですよね。進出鬼没。今度は全フ一人合流してくるでしょう。ミッドからもブラックビーズヘッドショット。最初はこのような変わった攻撃。全フのファーストブラッド緩急をつけてきました。ブラックビーズはスクリーン越しオペレーターに開示することなくうまく戦っているのはノーセプションです。うまいですよね、こういうところ。うわ、メテオが横をついた。空をカット、何もさせてもらえない。レム、ここは一人削りました。リロードするしかありません。後ろから寄ってきていた。ノーセプション、オペレーター。クラウディエグゼはここのバイラウンドで取っていきたい。お1地交換、ね、トレード切るにはブラックウィズが残っています。ここで前に出るレム、気持ちでは負けていない。うまいですね。ブレイドストーム、どこまで行くか。3人目を削ったレム。さあその間メテの位置は警戒されていた。ディレアリーサイドから入ってダブルキル、射線を広げていく。ワンブイワン、残ったメテオ行くか。アップドラフト、ショーティー関係なかったな。持つべペースタクトの負けないね。開けてどうするかですよね。開けました。メテオが入ってくるところ、同じことはもうさせません。全フ G ボックスをカット。ただクーもデリアリー落としています。 A でキャリアダウン。ホービツ、今度はクラウディオエグゼが人数有利。メタルからのピークも気になる。タイミング合わせた。残ったジョジョ、ラストはクーが仕留めました。さあ前で勝負に出る。あー、こういうことですね。うまいです。テールウィンド、少し前に飛び出してはしまいました。ここは全フェしっかりと拾ってメテオが飛び込んでいきます。デリアリー、ドライでのピークでピースタックを落としました。そしてそのこの設置ポジションに対してはバイパースピットを展開。バイクを設置。関さんも急に名前が出てきてびっくりでしょう。しかしメーテオが先に置いてるこのポジション。いや、置いてる、抑えていました。さあこうなると G ボックスのポジションかなり苦しい。正面抑えた。クラシック持ち構えて2人削りました。大きなキルでしょう。まだ人数振りは背負っていますが、ここで人数イーブンに持ち込みました。ブラックイズ残り 22HP。 前に飛び出た。空が抑えた。決めた。ジョジョ肩が見えた。スモーク抜いてシーカー、シーカー見つかった。ハーフまでいた。残りは5発。 1V1。 いや出てこない、出てこない。時間を使う。じらすじらす。ラスト削り切りましたですね、うん、始まった。前に出てきた。今回も一人でええやん。メテオのショータイムか。一人でええやん。全フも続いた。あと30秒。ディフェンダーサイドからの射線はどうだ。ネストは全フ。そうなるよな。前で抑えた。うわ、ラストはブラックビズ。これがこれがステールバサミですね。前に出ます。レムが最初に。しかしここはワンウェイのクラウドバース。あ、ブラックビズクラウドですね。さあデリアリーのファーストバラットがついてレムのカバーが入りましたが、全フのキルも入りました。ただ G ボックスのカバーによって 2-2 交換。よりが早い。ラスト1人、あっという間にユーマックのみだ。絶対に欲しかったこのラウンド。あっという間に。よりが早い。
やーこうなるとここから一本も落とせないのは辛いですね。そうですね。まあ自分たちで取った選択とはいえ取れるでしょうね。ここは早い展開だが先に攻めてきたのはメテオ。しかもトレードマカル入ってくるところ先に反応した。さあどうだ、ここはもう下がれません。 G ボックスのカバーが入りました。ただトレードマークによって少し足止めを食らったかクラリオエグゼ。 G ボックス、いやーこの位置デリアリー、いやーこれが言っていたことですか。うまいんですよねデリアリー。さあ 3v4 ガイディングライト入った。レムの位置が分かりました。トレールブレーザーどうだ、レム一人削った。しかしジョジョサイドを回った。キープ決勝一人